どうも、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、四国リュタンです。クソデッキ製造工場長の喉の LP がゼロのため、本日も私が実況解説です。リュウさんの美声を待っているみんな、ごめんな。さて、本日ご紹介するのは新パックで実装された UR、最上大技もの12項の中の1本、神藤武光です。装備モンスターの攻撃力は0ポイントアップ。装備させて直接攻撃でダメージ与えるとサンダーボルトが打てます。さらに装備解除してデッキから好きな竹光をつけることもできちゃうよ。このカードと非常に相性の良いテーマをご存知でしょうか。そう、戦闘機です。戦闘機はリンク位置を出すだけで直接攻撃ができるので、竹光たす早手が出せる1枚でサンダーボルトが確定します。早手があらゆる手段で盤面に出力できるので、まさに早手のために作られた刀であるということですね。しかも竹光自体は2枚コンボでドロソとしても使えて、墓地に魔法カードが溜まりやすいので戦闘魔法の追加効果も狙いやすくなっています。完全に戦闘機新機じゃねえか。神藤武光で一刀両断すべく、相手の先行展開は誘発で止めて後攻で盤面を切り裂いていきたいです。ちなみに私、戦闘機あんまり詳しくないので意味不明プレミが巻き起こるかもしれませんが、多めに見てください。多めに見てくれない視聴者も根こそぎ切り刻んでいきたいと思います。背中の傷は剣士の恥だ。デュエル、スタンバイ、いざ尋常に勝負。出た。手札に高校ゲーム参加券は存在している。おっと、グルマ来た。コレクシャトリラかな。ガンマ持ってるとヤバいのでこのタイミングで発射します。高校ゲーム参加券を発動。通れ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 。よし、通ったぞ。俺はゴキブリを通したぞ。ジョジョ、これで相手は盤面にモンスターを出すには特殊召喚するしかないはず。おのおじさんサーチね。斧と刀どっちが強いか決着つけようぜ。おのおじ入場。妖刀は何枚引いてもそこそこ強いから問題ない。おのおじの効果でユニコーンをサーチ。バース持ってんのかーい。戦闘機デッキ、実はバースが一番きつくて、魔法を使うと墓地除外してくるの。うざすぎて吐いちゃうぜ。エンゲージ来ちゃう。まずは増援を発動してレイタスを持ってくるよ。今相手の妨害はおのおじとバースだけなので、このくらいなら突破できそうだぜ。レイタソ、竹光の前にクソでかい刀持ってて受ける。まずは大技もの12個妖刀竹光をおのおじに装備。謎のタイミングでゴキブリ飛んできて草。それガンマも参戦も踏むけど大丈夫か。まあ持ってないんですけどね。とりあえず視察誘発チェーンさせるのうざいのでマルチの効果を先に使います。場の妖刀を墓地に送って魔法にチェーン付加状態を作って、投げ捨てられた妖刀の効果デッキから竹光をサーチ。2枚目の黄金色の竹光をサーチしてくるよ。妖刀がもう1枚あるのでこれで大丈夫。レイタソ召喚。レイタソを二刀流に変えてから装備してからリンクすればいいから余裕だね。妖刀は墓地に送りやすい。レイタソ1体でリンク召喚。早手爆弾。早手は直接攻撃する効果を持っているよ。発動する効果ではないから特にフェミルを踏むことはないね。投げ捨てられた妖刀の効果で満を持たしてサーチするのは最上大技もの12個神藤武光。さらに早手めがけて神藤を装備。これでサンダーボルトの構えが整ったぜ。お相手し、ここで察してバースの効果を使ってきたな。ちゃんとテキスト読んでて草。デュエリストなんだからテキスト読むなよ。チキショウ、墓地の魔法カードが許さねえ。許さん、絶対に許さんぞ虫けらが。バトルフェーズ突入。早手自身の効果でてめえの顔面をぶん殴るぜ。早手の効果でデッキから戦闘魔法を落としつつ、神藤武光の効果でおのおじには消えてもらうぞ。吹き飛べ、二度とつら見せるんじゃねえぞ。墓地のレイタソが除外されたのでレイタソ追加で送っときます。バトルフェーズ終了。神藤武光の効果発動。デッキから武光を装備して、これでリンク召喚すれば無事に墓地に魔法カードは3種類だ。バースで除外されても武光の効果でなんとか追加効果を狙えるぜ。うおお、強欲な壺発動。デッキからカードを100枚ドロー。2枚目の強欲な壺を発動。デッキからカードを200枚ドロー。札誘発が引きたい人生です。ゲージを発動。
なんで戦闘機って表側の魔法をシンプルに叩き割るカード存在してないの？バーナーの追加効果で焼き切る以外にバースを処理できない。バースは残しておくとこっちの墓地にも触ってくるし、相手の展開も補助するので絶対にこのターンで割りたい。ドローが弱いんじゃ。バース素引きは仕方ないし、ユニコーンはうららで止めれる。だからここは近畿の手段に入れるしかない。バーナーの効果発動、すまないハヤテ、これは尊い犠牲なんだ。自害してくれハヤテさん。これダメ捨てだからハヤテの効果使っても大丈夫だったな。ミスったわ。土畜生が、己よくもハヤテ様を。この虫けらが、絶対に絶対にお前だけは許さんぞ。さらに次のターンの竹光もサーチしておくぜ。相手ターンに使えそうな魔法はセットして、マルチの効果でエンゲージもセット。あとは死なないことを祈るだけ。ユニコーンが出てきたらバースサーチからヤバい動き起きるから止めるしかないんだよね。うららにケツ穴当てられてもウィドウあるから大丈夫。マーソンだけ引いたら引いてるよな。ここのユニコーンを通すと負けそうなのでウィドウ打ちます。つびきされてたら負けでいいです。やめろ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 。ウィドウは墓地に魔法が3枚以上あると相手パクれます。 NTR ってやつですね。ハンザさん、いつもお世話になってます。これでなんとかならんか。その人は今どうでもいいです。あ、これ馬娘プリティダービー。大馬さん来ちゃった。大馬さんでマルチ破壊だそうです。それも別にどうでもいいですね。もう1枚あるし。耐えた。結果的にはバース割って正解だったな。魔王前プレミしてるけどな。うるせえ、神童竹光が活躍したからいいんだよ。あとはバロネスだけなので多分なんとかなります。まずはマルチを発動して魔法のチェーンを負荷にしたい。シャーク1ミリも使えなさそうなんでどかします。ここでバロネスを吐くしかないので処理可能。とりあえずバーナーで焼きましょう。あんたの馬、馬刺しにでもしてぶってやるよ。ついでにその変なフィールドも叩き割れるね。君の相場がドキュンドキュン焼かれだし。ここでエンゲージを発動。ここはリンケージ持ってくる予定でしたが時間なくて焦ってます。都合よく3戦引いたので打ちます。ご都合ドローアザース。ワンキル微妙に届かなそうなんで手札バウンスして、ガンマアップね。したたかにガンマ抱えてやがったか。虫けらめ、骨火発動してトークン生み出してから一体でかがり出してからエンゲージ回収や。戦闘消えアップなんでなんか変な動きしてたらごめんね。そういえば虹遊戯王さえ見ました。持ち時間900秒でやってて笑いました。900あったらクソデッキ無限駒回せるんだが。というわけでバトルフェーズ、エンゲージ回収してもワンキルできないからマルチ回収してますね。この辺りのキルの取り方があまり分かってません。とりあえずしずくさんを出してエンドしておけば大丈夫でしょう。しずくさんでエンゲージ回収してエンド。相手何もできないみたいです。戦闘機この対戦で初めてレベルで使ってるのでクソみたいなプレイしててごめんね。一応マルチの効果を発動しておいてからエンゲージでリンケージをサーチ。リンケージは戦闘基盤のマスクチェンジみたいなカードで、別の戦闘機を出しまくってめっちゃ変身できます。フォームチェンジです。まずは雫でダイレクト速攻魔法発動、リンケージ雫が変身、かがり。やっとこの動きできた。これでワンキルできるのは知ってるんだけど、自分で使ったことなかったのでなんか新鮮です。かがり3枚マジ最強っすね。今回は相手の盤面はそこまで強くなかったので竹光の全ぶっぱが決まりましたが、正直現代遊戯王で決めるのはなかなか厳しいです。対戦ありがとうございました。喉がいかれてて合成音声で編集せざるを得ない状況なんですが、これ
マジで編集だけで相当時間持ってかれてて、精神状態がメエラ系サイコパス彼女みたいになってます。つまり鬱ってことです。ゆっくり実況者さんってマジですごいですね。こんなの毎日やってたら気が狂うんだけど。おいてめえ、当然のように制限カード引いてんじゃねえぞ。迷宮かな、未完庫かな、落ち壺に連打されて絶望。お前の心は躍動。デュエルへの渇望。今日の夕ご飯はカツ丼。最近近所にできたステーキの丼。いえ不安だリースじゃねえか。ふざけんな、ゴキブリ腐っただろうが。お前ら効果で召喚しますとかほざいてるけど、それが普通は特殊召喚って言うんだぞ。え、なんかスノール来たんだけど。久しぶりに見たわ。召喚券3回にするやつだよね。やっぱこれラッシュデュエル始まるやん。マスターデュエルでラッシュデュエルするの迷惑なんでやめてもらっていいですか。え、なんか召喚止まったけど大丈夫。え、あ、やっぱガンツ来てもうた。え、私2ターン魔法は使えません。手札にはゴキブリしかありません。ボは終わりで、ゴキブリ召喚しかやることなくて笑った。ゴキブリセットしてやることないのでターン終了です。はい、ゴキブリすら許してくれないらしいです。ガンツは無理なんですよね。だって魔法使わんと何もできんもん。というわけでいかがでしたでしょうか。タケミツ自体の可能性は無限大ですが、僕の戦闘機への理解度が低すぎてあまり活躍していたかと言われると怪しいです。他にも相性が良いテーマはたくさんあって、ブレイバーでターンスキップしたり、直接攻撃テーマだとエレキやフン、軍艦なんかも相性が良いですね。ちなみに積み戸からというテーマが来るともっとヤバい動きできるようになります。ブレイバー出した後にイゾルで確定するので、早く積み戸から来てほしいですね。いや、その前にエマージェンシーよこせや。ジャオロン実装してる暇あったらな。レスキュー、テーマ自体が SOS です。ちなみに僕の喉も SOS。 対戦ありがとうございました。